時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラを。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。何が始まったんだ。手のつけられねえ暴れ牛よ。だからわしゃ言ったんじゃ。あんないわくつきの目牛は早く殺してしまえってな。あの牛、人間の転生か。転生？あの目つきただごとではない。お助け。何のつもりだ、ゴーラ。この目牛、わしが頂戴する。いいな。どうぞ。じゃあ行くね。いろいろありがとう。いえ、千秋さんもお達者で。恩にお世話になりました。いや、こちらこそ数々の失礼をお許しください。なんのあれはわしらがいかんかったのじゃ。しかし本当に驚きました。じゃがのう栗林、本当にあれは空海なのかの。今のうちにサインでももらっときましょうか。和尚、あれは本物だ、間違いない。樹海殿、まだそのようなことを。空海殿が急ぎ都に参られたいと申されるからには何か火急のよう。では善鬼様。苦しゅうないぞ。調子に乗るんじゃないの。何？千秋殿、善鬼様にそのような。ご一同急がれよ。一体何を考えている。元の時代へ戻る法を探すのではなかったのか。やはりお前も飼いたいか、グレン。ゴーラ、貴様と行動を共にする意味はあまりなさそうだな。勝手にするさ。ではそうさせてもらおう。おずぬ様にお会いになったのですか。うん、わしが唐の国で修行をしていた時にな。うん、おずぬ様が空を飛び唐の国へ渡ったという言い伝えはまことであったのか。不思議なお方じゃった。かなりの神通力をお持ちのようだったが。その神通力のおかげでは俺様はこの様だ。あんたは黙ってなさい。その時おずぬ殿は
鬼神を連れた若き娘と出会うことがあれば伝えてほしいことがあると言われた。それって千秋殿、オズヌ殿はこう申された。金剛流と和解せよ。金剛流と和解せよ。先ばあちゃん、どういう意味かしら。どうやって和解しろって言うんだ。金剛流と話ができるってんなら別だがよ。確かに、まったくオズヌ様ともあろうお方が一体何を。話せるぞ。え、都に京王五国寺という寺がある。そこなら金剛流と話すことができる。なんと。わかりました、話をしてみます。空海さん、一つ聞いていい？何かな。空海さんも神通力で空飛べるの？うん、これこれ。だって私に一体何の用なのさ。お前とわしで都を地獄にしてみないか。地獄？お主、大方火あぶりにでもなった罪人の生まれ変わりであろう。役人たちね、私の体が燃えるのを笑いながら見てやがった。私は都の奴らを絶対に許さない。さぞかし無念だったであろう。どうだ、その憎しみを京の都にぶつけてみるというのは復讐だ。復讐？そんなことができんのかい。できる、わしに任せておけ。やるか。どうやるんだい。これが何だかわかるか。憑依の実だ。涼しいの。エアコンでも入っとるのかの。本当に外はあんなに暑いのにひんやりしていますね。なんだか怖いな。邪悪な気配はしておらぬ。心配ない、空海殿に従うのじゃ。ではこれより金剛流を呼び出すゆえ手伝ってくれ。はっ。我らが竜を呼んだ後はそなた次第じゃ。誰も両者の話に加わることはできぬ。そなたにも我らの声は聞こえなくなる。よいな。はい。時の王たる金剛竜よ、我は空海と申す者なり。我が呼びかけに応ずる意志あらば、縁の千秋のもとに降臨せよ。我が呼びかけが聞こえるか。時の王よ、我は空海と申す者なり。我が呼びかけに応ずる意志あらば、縁の千秋のもとに降臨せよ。
我が呼びかけが聞こえるか。時の王よ、あれは空海と申す者なり。我が呼びかけに応ずる意志あらば、縁の千秋のもとに降臨せよ。我が呼びかけが聞こえるか。時の王よ、意志はその方か。降臨はなった。千秋は大丈夫かの。もうわしらにできることは何もない。ただ待つだけだ。この者どもよ、私と同じ灼熱地獄を味合わせてやる。縁の千秋よ、この金剛流に何の用か。金剛符を渡してほしいの。金剛符などなぜ欲する。戦いにどうしても必要なのよ、カルマとの戦いに。なぜ戦うか。なぜって、カルマが人の欲望を利用しようとするから。ならばなぜ人間は欲望を捨てようとせぬのだ。それは誰もが悟り、欲望を失えばカルマなどにつけ込まれることもない。みんながみんなそんなに偉くはなれないわ。しかしカルマは滅びぬぞ、人間に欲望のある限り。どういうこと。ん、何、なんと、火事じゃ。あれを見よ。もののけじゃ。方々行くぞ。千秋はどうするんじゃ。対話が終わるまでは俺たちは何もできねえ。今はあの化け物を倒すのが先だ。おお。ご苦労なこったぜ。沈まれもののけ、都を驚かす悪しき怨霊。小賢しい。ほら、貴様の仕業か。一体何を考えてやがる。我らが力を知らしめ、この都を支配し我が物とするのだ。大丈夫か相馬殿。はい、空海様。行くぞ。は、空海だと。相手にとって不足はないわ。
怨念の虜となりし野獣よ、我が戒めを受けよ。人間に欲望がある限り、カルマはそれを糧に育っていく。金剛譜は確かに強力だが、人の欲望までは断ち切れはせぬ。でも、いかん、このままでは火の手が五穀中まで伸びるかもしれん。そんな、相馬さん早く火を。このままじゃ五穀寺の千秋さんが。何、あの小娘が。良いことを聞いた。行くぞ女。しまった千秋が。また走るのかいな。急げ千秋殿。でも何じゃ。でもそれでも私は守りたい。欲望にとらわれた人間をか。全てをよ。そんな大げさなことじゃないけど、私にとって大切なものは全て守りたいの。カルマは人間の弱さにつけ込んでるだけだわ。そんなの許せない。私はただ守りたいだけ。それが何かはよくわからないけど。人間にそれほどの価値があるというのか。私はそう思ってるわ。あれだ、行け、体当たりであの寺を焼き尽くすのだ。お願い、金剛譜を。戦いがさらに激しくなろうぞ。覚悟の上だろうな。私は前期を信じています。前期は必ずカルマを倒します。よかろう。この世の地獄を見ようとも構わぬと申すなら、その方に金剛譜を授けよう。さあ受け取るがよい、金剛譜を。細かい話は後だ、お嬢ちゃん。死ねえ。早く前期を召喚するんだ、一緒にあれよ。はい。我得る真の呪縛、奇獣の刃に封じを断つ。前期、ここに元臨。おどき、私の口を邪魔する奴は誰だろうと容赦しないよ。これでこんな町までのこのこついてきた甲斐があったってもんだぜ。空海さん、金剛竜が斧をくれるって言ったまま消えちゃったの。何、いや。ありゃ、
つがあればもう怖いもんはねえ。殺してやる。前期との様子が変じゃ。ストラボリー、やめてくれ。はい、俺様無敵だ。かかってこい。つあゴーフの威力に高骨となっておる。まさしく鬼神。つあ、なんと、あの和尚様。なんじゃあれは一体。なんじゃこの忙しい時に。なんじゃあれは。